はい、高橋丈太郎です。はい、今回はですね、またフラットアースっていうのがですね、ちょっと気になってですね、気になってて、フラットアースが気になってじゃなくてですね、フラットアースの人は頭がおかしいって言葉がよく出てくるんですよね。これですよ。フラットアースの人は、フラットアース、あるいはですね、ああ、そうだ、今日あれだ、ボールアースっていう方がいるんですね。ボールアーサーなのかな。面白いんですよね。面白いんですよね。で、フラットアースの人がみんなフォローしてるんですよね。で、ちょっとお名前、動画も、YouTube もあるんですね。それは、ちょっとだけ前見て、だいぶ前ですけどもね。最近、フラットアース自体のですね、見てないんですけれどもですね、もう長い間やってます、やってきてますのでですね、私もですね、これだけ長い間ね、これだけ多くの人がですね、やってんのに、何の結論もですね、何一つ出ないっていうことですね。何にも出ないんですよね、結論がですね。これってすごいなと思うんですけどね。NASA の嘘って言ってもね、全然もう誰も NASA が嘘をつくわけないでしょっていう、ことなんじゃないんでしょうかね。99%ぐらい。どうなんですかね。どうなんですかね。これね、なんかね、ちょっとやってほしいですよね。どうなんですかっていうことですね。だから全然広がんないっていうかですね。広がってんですけどね。広がってんですけども。それよりもですね。今日何を食べようかとかですね。あそこのお店行こうかとかですね。そういうことの方がですね、人間ね、何のスマホのゲームが面白いのかとかですね。何のドラマはなんか最近ね、つまんなくなってきてる見てていてですね。私、キムタクさんのと、綾瀬はるかさんの2つ見てんですけどね。あとね、もうちょっと疲れた時はですね、仮面ライダーを見てですね。見てるっていうか、つけてるんですけどね。焚き火の動画をつけるといいらしいですね。焚き火。焚き火の動画つけるといいらしいですよ。はい、本当にですね。元テレビディレクター。サッキーチャンネルさんが言ってましたね。元テレビディレクターの、13年間働かれてたですね。優秀な方ですよね。サッキーチャンネルさんですね。はい。面白いですよ。はい。ということで、フラットアースの方っていうね、フラットアーサーとは言わなくて、フラットアース、関係としましたけどね。関係の方は頭がおかしいのかってね、全然おかしくないですよね。おかしくないですよね。おかしくないどころかですね、もう超なんかね、優秀っていうかですね、すごい人ばかりじゃないですかね。Facebook のグループは違いますけどね、あれはね、なんかね、すごいなんかね、あれは怖いですね、Facebook のグループだけ、あれは今日はもうね、おすすめしないですね、私はね。あれでこうなんかね、ちょっと書くとね、もうすぐなんかね、いろんな人が出てきてですね、それもたくさんいるわけじゃないでしょうけどね。あれは怖いですよ。本当に、カルトですよ、カルト。いわゆるカルトですよ。でも普通にですね、この YouTube なんか見てるとですね、本当にね、すごい勉強っていうかですね、情報を求められててですね、素晴らしい方、もうね、ばかりですよね。今日は誰とは言わないですけどね。で、争いが起きてんのも起きてんですけど、争いが起きてんのも起きてんですけども、なんかね、お金稼いじゃいけないのかとかですね、そういう話ですよね。で、それは別に、お金が悪いわけでもなくて、
フラットアースの方が悪いわけでもなくて、こういう世の中になってるから悪いんですよね。この通貨発行権っていうですね、通貨発行権ですよね。お金が紙であるっていうことがですね、この世界最大のですね、世界最大っていうか宇宙最大っていうかですね、わかりませんけどですね、究極の詐欺なんですね。それがもう電子情報に移行しようとしてますから、電子情報になっちゃってますよね。そうするとですね、このノートパソコン1台でどうにでもできるので、ノートパソコンじゃなくてもスマホでどうにでもできんじゃないですかね。そのできる人はですね、ああ、ちょっとゼロ増やそうかなとかですね、ちょっとゼロ3個ぐらい増やそうかなとかね。なんか架空ですからね、お金っていうものは存在しないわけですからね、数字ですからね、それ数字ですからね。で、紙の方がまだいいわけですよ。まだいいわけですよ。ところが紙だってね、いくらでも印刷すればいいですしね。でね、もう税金っていうものでですね、どんどんこう引き締めていけばですね、税金をなんかね、0.1%とかなんか引き締めたらですね、もう巨額が手に入るじゃないですかね。そんだけですね、支配されてるっていうですね、支配されてるわけですよね。で、いや、そんなわけないでしょっていうですね。まあそういう人が99.9%だからみんなあれ知ってるわけですけどね。みんなあれ知ってますよね。そんなわけないでしょうね。ということでね、私も学校の先生を今ね、徹底的に叩いてますけどね。このメインチャンネルの方でね、もう徹底的にもう毎日やりますよ、もうね。学校の先生が諸悪の根源ですからね、もう。だからそうなってくればですね、そういう人が一人でも増えればですね、もう世界は変わっていくのでですね。あ、この辺中学生の方でね、本出された方いますよね。もう、大人に幻滅したっていうかですね、本当ですよ。ね。あともう、ユタボンさんでしたっけね。だいぶ前ですけどね、学校行きませんってですね。そういう子がもっともっとね、増えないとね、どうにもなんないですね。ということで話がちょっとそれちゃったんですけど、フラットアースの方はですね、素晴らしい方ばかりですよ、はっきり言ってね。非常にですね、論理的ですしね。まあ、論理でですね、やれることもね、限界があると思うんですけれどもですね、だからですね、まあ、いろんなことをですね、細かくですね、積み重ねていくしかないと思うんですけれどもね、まあ、嘘がバレたところでですね、嘘もこれ前にも撮ったんですけども、NASA の嘘がバレたとか言ってもですね、バレたんじゃなくてバラしてるわけでございましてですね。バラしてるんですよね。バレちゃいけないものならですね、見せないわけですよね。隠すわけですよね。隠してないわけですからね、バラしてるわけですよね。だからね、よく数字でもね、33とか911とか123とか666とか520とか46とかですね。そういう数字がよく出てくるんですから、数字に残すわけですよね。まあ一番多いのは666ですかね。オーメンですね。オーメンですね。オーメンのですね、主人公のダミアンさんっていうのはですね、一体何をしたいのかがちょっと私あの映画を見てですね、わからなかったんですね。全部人を殺したいのかっていうかですね、そうじゃないわけですよね。だからまあ恐怖をやっぱ食べて生きてるっていうかですね、恐怖とか苦しみのエネルギーを食べて生きてんのかっていうこと、やっぱそこ、だからいいのかな？いいね。そういう恐怖とか苦しみの、あとまあ恐れなんですかね、そういうこう、エネルギーが
で好きなんでしょうね、支配者をですね。逆に知ってもらえればね、すごくいいんですけどね、ちょっと逆に知っていただけませんかっていうことでですね、私もちょっとね、前お願いしてみたいなとか思ったんですけども、はい。ということでですね、フラットアースの方は頭がおかしいんですかっていう言葉がよく出てくるんですよ、これが。それ言うとですね、そう思われちゃうじゃないですか。だから、思考は現実化するんですよ。思考は現実化するっていうのはもうこの量子力学でですね、もう証明されてるわけですよね。一番細かい単位がその原子っていう、原子とかひも理論とかそういうのあると思うんですけども、全ては波動であり粒ってことですよね。この人間の体も粒ですよね。でこの粒一個一個にですね、意志があるっていうか魂があるっていうか波動があるっていう波動ですね、そういうものがあるわけですよね、そういうことでですね、それがまあ潜在意識とかですね、いろんなまあそういうのね、いっぱい載ってますよね、そういうことでですね、そういう言葉を出しちゃうとですね、変な人って思われちゃうから、変なのは丸いとか平らだとかそういうことを何にも考えない人が変な人なんですよ。そういうふうにしないといけないんですよ、ということでちょっとまとまったでしょうかでね、何も考えない人が変な人にしないとですね、だから自らですね、フラットアースっていうのはですね、頭がおかしいんですとか言っちゃったらですね、これ思考は現実化するっていうですね。まあいいですけどね。自由ですけどね。全然おかしくないのでですね。おかしくないですよね。おかしくないんですね。みんな情報を求めて調べて考えてって、もう毎日毎日もうこれだけ多くの方がですね、やられてるわけですね。動画作ってですね。で叩き合ってですね叩き合ってですね、だからお金儲けていいわけですよね。お金別に壺売っていいわけですよ。あとは買うかどうかですね、その人の価値ですからね。そんなの自由ですからね、私は買いませんけどね、私は買いませんけど、あとはそのあれですよね、あれですよね、マインドコントロールですよね。マインドコントロールって言葉は大丈夫かな、マインドコントロールって言ってもね、マインドコントロールされてない人ってのはいないわけでですね、何かしらに影響を受けて、私は仮面ライダーも宇宙戦艦ヤマトも好きですしね、フラットアースはね、まあちょっとは興味ある。マッドフラットはですね、あんまりそうなんだなぐらい思って、あんまり興味ないんですよね。だからその人の興味って一人一人違うわけでですね。今はですね、今日も熱中症でね、学校がどうたらこうたらってね、昨日も今日もね、いっぱい出てきたんで、私はそうやっぱそこね、そこいう、そういうね、子供とかですね、そういうものに興味がありますのでね。ただそこを考えてもらう上でですね、やっぱりフラットアースってね、一番こう分かりやすくて重要ですのでね、ものを考えなくちゃいけないんですよ、だからいいなと思ってですね、もう長い間ですね、ずっと見てきてんですけどもね、いかがでしょうかということで、頭おかしい人なんか、ね、いないですよね。フェイスブックのグループにちょっといますね。あれはもう体感したんで、私はもう恐ろしいですよ、あれ。ああなるとね、もう本当宗教です。宗教は怖いですね。怖いですよ。でもそれやるのも自由ですからね。人を傷つけなければいいわけですね。いいわけですからね。まあ、だから自分がそういうとこ近づかなきゃいいだけでですね、そのグループに入んなきゃな、別に、その中で何やってくれようが別にね、関係ないわけですからね。
で、ああ、ちょっとね、ちょっとこれは怖いなって、気持ち悪いなって思えば離れますからね。まあ自由ですね。まあ、犯罪を犯さない、法律に触れることをしなければ自由ですもんね。壺は売っていいんですよ。もう誰が売ってもいいんですよ、別にね。なんで、誰も、もう世界中の誰が何の壺を売ろうが自由ですよね。もっと悪徳商売なんていくらでもあるんで、いくらでもあるじゃないですかね。この詐欺っていうのはですね、立証できないわけですよね。立証できないんですよ。ね。お金集めといてですね、それ後で返すつもりだったって一言言えばですね、もう詐欺じゃないですからね。いや、私は返すつもりでしたよってね。これね、集めたお金ちゃんと配当するつもりでしたってね。そういう予定でそういうふうに計画して、こうね、事業計画書とかそういうのね、作ってね、やってましたって言えばですね、もう何もね、だから騙される方が 悪いってことですよね。騙される方が悪いからこう悪い人、ね、今こうなってるわけですよ、この地球はですね。支配者っていうのはですね、数が少ないって言われてますよね。少ないって言われてますよね。どっちが多いんですか？どっちが強いんですかってね。本当はピラミッドじゃなくて逆三角ピラミッドなんですよ。逆三角ピラミッドにしないといけないんですよね、早く。だからフラットアースは重要なんですよ。だから全然頭おかしくないんですよ。最初はですね、よく言う言葉ですね。まあ正しいものっていうのは存在しないと思いますけども、言葉の例えでですね、正しいものはですね、正しい人とかですね、そういうものはですね、少数派なんですよっていうですね。で、そっからだんだん増えていくんですよっていう話ですからね。もうそんなのいくらでもね、もう超古代から言われてますよね。はい。このぐらい録音させていただきました。はい。いかがでしょうか。はい。なんかですね、文句のある方は何でも書いてください。もうどうぞどうぞ。もう、最近ですね、あれはですね、気づく人も気づかない人もいてですね、調べる人もいて、調べない人もいてですね、そういう人たちがいるゲームなんですよって教わったんですよ、ある動画からですね。ゲームなんですね。調べない人、気づかない人、こういうのもいるんですね。みんながパッパパッパ気づいちゃったらね、これゲームが面白くないっていう話なんですよ。だからですね、あれですよ、まあ、お金稼いでる方もね、お金稼いでる方はね、あんまりここには来ないですね。もっとね、コメントがいっぱいつくところのね、のとこに行かないと思いますけどね。おかしい。ということでですね、はい。ぜひ、フラットアースの方はですね、頑張ってくださいませということで、全然おかしくないのですね。おかしいなんて言っちゃダメですよね。はい。ではありがとうございました。失礼します。